はい、どうもネグシューターと申します。今日は検証動画です。タイトルにある通りロードオブザタイトルにある通りロードオブロード、1個装備2個装備で差が出るのか、またどれだけ差が出るのかという検証をしていきたいと思います。よろしくお願いします。装備はご覧の通りブラストボイスとロードオブロード1個から始めて、ジャケットオフですね、戦闘服ジャケットオフでやっていきます。やり方はですね、まあ、開始から普通に始めようと思います。はい、何発撃てるか、1、2、3、4、5、6、7発か。もう一回やってみっか。7発ですね。じゃあ装備を変えてみましょうか。ロードオブロード2個、回復速度がこれで速くなるかどうか、多く打てるかどうかですね。1、2、3、4、5、6、7、いや8発撃てるな、8発撃てるな。効果あるんじゃないか、やっぱり。1、2、3、4、5、6、7、やっぱ8発撃てない、8発撃てますね。はい、効果ありますとりあえず効果あります。次はですね、一応衣装を変えてやっていきます。一回出ます。はい、では礼服を着てロードオブロード1個装備から何発撃てるか検証します。上がれない、いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13発ですね。礼服を着るだけで5発伸びるということになります。じゃあ礼服着てロードオブロード2個だとどうなるのか、もしかしたら回復値の上限ってものが存在して礼服 にはもう1個で済むっていう可能性もあるんで、一応検証します。1、2、13、ちょっと後ずさりしましたけど、14、15、16、17、明らかに違うな。一応もう一回、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15か、15だ、15ですね。さっき後ずさりした分減りましたね。15、2発増える、やっぱり2発増える。
そういう結果ですね。一応僕動画見直します。はい、見直してまいりました。ですね、結果から言うと、礼服を着ない場合ロード・オブ・ザ、ロード・オブ・ロード1個、装備だと7発、ニコだと8発、礼服を着るロード・オブ・ロード1個だと13発、でニコだと15発っていう差が出ますね。だから結局どうなんでしょうね、フルに MP を上げてロード・オブ・ロード2個装備したら、まあ、大体5分以上は持つんですけど、1個でも5分持てば、まあ同じっていうことになりますけど、うん、その分なんか装備する余地が生まれるっていうことですか。はい、まあ何を装備したらいいんだろう、このタイムドクエストで言えば何を装備したらいいんだろうっていう感じにはなりますけども、はい、ということでこういった差が出ましたと。あの2個装備と1個装備で効果がないってことはなくて、ちゃんと重複した効果が得られます。だからおそらく1個よりも2個、2個よりも3個っていう結果になります。以上です。ありがとうございました。